嵐が来ますね、父上。ああ。敵将末春方は兵法に通じ、誇り高い人物と聞いております。実に策にかけやすい相手だね。厳島は瀬戸内海の要所、毛利が手を出せば敵は大軍を率いて一気に勝負をかけてくる。この嵐、海を越えて援軍は来ない。油断した敵を奇襲するのですね。その通り。狭い島に大軍では敵は身動きすら取れない。兵力差を覆すにはこれしかない。ですがただ一つ。なんだい、高影。もし敵が厳島を脱出し再起した場合、我らの兵力ではもう対抗できません。そうだね。でももう手は打ってあるんだろ。海賊衆を味方につけました。厳島からはアリ一匹逃がしません。上出来だ。では行こう。はい。秋の少領主であった毛利元就はその知恵を駆使して勢力を徐々に広げていた。そんな中、中国地方に君臨する大大名大内義隆が重臣末春方の強靭に倒れる。中国地方の覇権をめぐり、元就は大内家の実権を握った春方と対立。知略に優れる三男高影と共に罠を張り巡らせた後、仕上げの一手を打つべく末軍を厳島へと誘い込んだ。世に言う厳島合戦、希代の豪将毛利元就の真骨頂がここに。中国の将厳島合戦。一生は隠居っぽいね、お互い。高本が詰めている宮尾城は敵軍に攻められていて風船の灯火だ。密かに宮尾城に入って救援した後、高本と連携して敵本陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるか。この奇襲の鍵は宮尾城だ。敵本陣を砲撃する際の起点になるからね。つまり宮尾城を守る高本が崩れた作戦は失敗さ。悠長にはしてられないよ。敵将討ち取ったよ。はい、どうも。なんだ、想像しこと三子の教え。あちらに敵がいますが、まだこちらの動きを悟られたくないです。そうだね、やろう。矢を筆に持ち替える日も近くなったかな。敵将討ち取りました。あまり時間はないが、ここは確実に仕留めていこう。この神社にいて敵軍を放置しておけば、後で攻撃される恐れ。もう神さんの前で大騒ぎして飽きまへんね。お詫びは後ほど幾重に。ただこ
今は時間がありませんので、ごめん。敵の奇襲か。はい、わかりました。手間取っちゃ、かえって策の妨げだ。彼はスティープとしよう。敵将、討ち取ったよ。校内の敵軍にまだ動きがないようですね。風雨は敵の視界を遮ってくれる上に、こちらの気配も消してくれる。嵐様様だよ。下準備はこれでいい。次は宮城だ。城の裏門からこっそり入ろう。いざ兄上のもとに馳せ参陣。父上と高影に続くのだ。開門。宮城の戦況に注意しておきましょう。兄上がいれば大丈夫だと思いますが。高本が危うくなったら支えてやってくれ。それが弟であるお前や元春の役目だからね。お前と高本、元春は毛利家の三本の矢。心を一つに束ねれば怖いものなしだよ。毛利軍はなぜここに。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。毛利の軍勢が宮尾城に入っただと。嵐の中海を渡ってきたというのか。急ぎ厳島神社の兵を回せ。それが厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。毛利が現れたとて所詮は小勢。後衛の兵を総動員して押し潰せ。ひるむな。一息に宮尾城を落としてしまえ。お待ちを。厳島で大軍を動かすは不利。急ぎ引き再起なさるのが上策でしょう。黙れ。お前は元成と親友だったら。元成に情けをかけようとて。そうはいかぬ。敵将、討ち取ったよ。やるしかないか。我が部に挑め。いよいよ佳境だ。目指すは末遥かだ。それに世の中は高かれ。攻め落とせ。持てる力を尽くせ。僕の手だ。この世は元就めに俺自ら引導を渡してくれ。それこそ元就の思うつぼ。私が敵を食い止めます。船にてお逃げを。分かった。もうストーリーにしよう。高金、お前を疑ったのに許せ。そうだね、やろう。さすがに春方だ。引き際を謝らないね。こちらとしては実に都合がいい。開門。いざ基地へ参ろうか。この狭い戦場で大軍を動かそうとしてはかえって混乱を招くのみです。ここでいい。
らも高金殿に続くぞ。毛利高元を討ち、病状を落としてくれん。ここまではうまくいきましたね。良い死に場所を選んだ。さらばだ、おとなり。高金の意志を継ぐ。ここは私が死守する。俺は必ず生き延びてやるぞ。どんなに必死に走ろうともこの島から出ることはできません。いましたよ、末春方は。もう逃げられません。これぞ本領。己周到な。だがまだ負けと決まったわけではない。いかがでしたか。解剖。ここまではうまくいきましたね。武吉殿、ご助力に感謝します。約束は守るさ。海の男は義理がてぇのよ。この戦果、次の一手につなげなければ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。やるしかないか。叶う相手ではなかったか。お相手いたす。敵将、討ち取ったよ。中国地方の覇権は毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が当家を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんが。末春方の軍師広中高金は古い友人でね。やつなら私の策なんかお見通しだったろう。末を説得して厳島での決戦を避け、友である私を追い詰めることだってできただろう。逆に末を見捨てて生きることもできた。でもどちらもやらず忠義の家臣として死んだ。歴史上才ある者は孤独だよ。互いに理解できる才の持ち主が同時代にはいないからね。そしてもしいたとしても倒し倒される関係になってしまう。逆もあるのではないでしょうか。倒し倒される関係であっても、その才ゆえにお互いを理解し友となれることもあるかもしれない。才あるがゆえに気づき、理解しているがゆえに信じられるか。君にはそんな存在が現れるといいね。